こんにちは、大木町議員の馬場隆です。昨日は議員全員協議会といって議員が全員集まる会議がありましてですね、その中で、私も気になってた新型コロナ感染の感染者数、最近出てた、大木町でも出てたんですけども、それ家族とその以外の濃厚接触者、まあ、学校等でですね、80から100件ほどのPCR 検査をやったところ、特に、身内の方以外にはですね、感染者が出なかった、まあ、陰性だったということで、クラスターは起こってないということで、報告がありました。私もほっとしているところです。その午後からはですね、本当は福岡市の方で、研修があったんですけども、これこそもう福岡の議員さんたちがみんな集まるような研修だったんで、これに関しては、一応福岡でもですね、緊急事態宣言が発令されたのを受けてですね、参加するかどうかは決めていいということだったので、私は参加をしませんでした。ということで、午後からはですね、うちの嫁さんが最近、ガーデニング凝ってるんですけども、その、花木を探しに、筑後のですね、南の島というガーデニングのお店に行ったところ、嫁さんがいろいろお花を見ている間、私も近くをですね、プラプラ歩いてたら、道向かいのところにですね、庭木売ります、直売できますって書いてある看板があったので、そこでいろいろうろうろしてたら、結構綺麗な黄色い葉っぱがつく、なんか話、名前聞いたらゴールデンマサキという木だそうです。それと赤色の葉っぱ、これはオタフク南天っていう木がありまして、これ売ってもらえるんですかって聞いたら、いいですよっていうことなので、合計6本売ってもらうことにしました。これをですね、私のお庭、もう典型的な普通の日本庭園なんですけども、綺麗なんですけども、緑一色なので、ここに色を加えてみたいと思った次第です。私個人的にはですね、自粛をこれからですね、していくことになりますけども、行動しないだと思うんですね。人が多くないところで、趣味、いわゆる DIY なんかするのはすごくいいと思います。なので私も、こういった庭のこととか家のことをやりながらですね、この期間を過ごしたいと思ってます。土曜日だけ。真夏でだけです。あとはもう関係なか。まあ夜働けたっていい。肥料もちょっと入れた方がいいですかね。最初だけ。なんか持ってる。ありませんよ。畑用のかな。なんかそれは入れて、何ね。何ちょっとわかんないですけど、なんか野菜とか作ってる時に使ってる肥料がちょっと。まあ、春にやって。春。今じゃなして春。肥料が何か分かれば、今横ばいっていうとこがあって、春にこれいっぱい、これ一本にこのくらいぐらい、一本、このくらいでいいかな。まあ、前やらんでも成長するのに。一番大事なのは乾燥しないこと。夏だけ。あとは水をかける。こうじゃなくてこう頭、こう上にかける、葉っぱが濡れるとかける、お兄さん。ご覧の通りですね、さっきの売ってもらった方ですね、もう完璧長年庭師やってたっていう感じの方でですね、後ろの方に見えてた、トラック、ユニックが3台と、それこそ庭の剪定の道具がもうたくさん、もはしごも50個以上ぐらいはしごあったんじゃないかっていうぐらい、たくさんありました。その方にいろいろお伺いしてですね、育て方なんかを簡単に説明していただくことができました。で、さて、家に持ち帰ってですね、今庭に植えようとしたんですけども、祖父が家の奥から出てきましてですね、
このマサキという植物は結構大きくなるので、私が植えようとしてたところ、ここじゃダメだと、そこに植えると他の木に当たるとかですね、まあいろいろ難癖つけられましてですね、私が思ったところに植えれなくて、まあもともとは祖父が作った庭ですから、もともと5、60年ぐらい前だと思うんですけど、だから思い入れが強いんでしょうね。まあ一応それに、お従いをしてですね、植える場所をやっと決めることができて、まあ一応穴掘って、肥料を入れて、埋めました。で、庭師の方曰くですね、周りに巻いてるやつ、麻の袋のみたいなやつは自然に腐るそうです。紐も自然に腐るので、わざわざ植えるときに外さなくていいよということなので、そのままですね、埋めてます。ただまあ水を十分ズボズボになるぐらいまでかけてくれということだったので、水をかけて、それから土をかぶせました。はい、これで、6本植え終わりました。ちょっとこのおたふく南天が日陰、まあ一応日陰ではあるんですけどね、なんかあまり日光を当てすぎると黒ずんでしまうみたいで、ちょっと日陰の方がいいみたいに押し合ってあったので、木の後ろに一応置いてみました。で、まあ形はちょっと伸びちゃって崩れてますので、ただまあ剪定はですね、もうちょっと根が伸びて元気が なってから剪定をしてみようかなというふうに思ってます。以上になります。ぜひぜひですね、この動画見てよかったという方は高評価とコメントの方も何でも聞いてください。コメントがいっぱいあると私もモチベーション上がります。で、今のところ現在125本ほど動画上げてますので、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。